ゴリーの悪徳コンサルやってるんですね。どことですか？青木です。それだけですか？ B 社もです。それだけですか？ C 社もです。もう再現ないですね。どれだけ悪徳やってるんだですね。電通も関係ないわけがないそうですね。電通にはどんな儲け話を？電通には安倍の葬式で儲けるように言ってます。まったく何なんだ？電通も一緒にしょっぴくことになるが、電通ゴキブリが爆発発生、駆除しようがないね。安倍晋三がゴキブリ退治しなかったから。晋三の葬式も電通ゴキブリも強力なゴキブリコロリで殲滅してくれ、誰かお願いだ。밖에멀